はい、キロミツェ三目です。土地の一枚板になります。原木自体が結構ね、赤みが乗った原木だったんでしょうね。これは市場で、一枚板の状態で仕入れてきたもので、原木から製材したものではなかったんだけど、赤みがあって節があって、そういう風な土地の、一枚板になります。縮みとかそういったのもないですし、すごいシンプルな一枚板なんですけどね。白と赤のこのコントラストもなんか面白いなと思って、土地のこの赤白の割には結構こうなんか整然とね、落ち着きがある一枚板になってるかなと思います。サイズの方が長さが1300、そして、こちらの端のところが600あります。そして、この板の、ね、真ん中が660あります。真ん中が一番広い感じですね。そしてまたこの端が620ですね。600から650とかね、そういった感じの幅の一枚板になってますね。厚みが55mm になります。コントラストがオイルでね、どういう風な際立ち方をするかとか、あとこの耳の仕上がりとかですね、結構ねこの虫の張ったところとか、こういう風なねところとか、台面の方とね、また耳のこうところのこう質感の違いとかね、またこう塗装でどういう風に出るか、その辺もすごいね楽しみなところですね。それではね、オイルの方を塗っていきたいと思います。まずは反対にして木裏から塗っていきましょう。木裏の方もそうですね、なんかこの赤白のコントラストが結構際立って雰囲気いいですね。赤みの色が結構ね深く出てて面白いね、表情になってますね。木裏の方はそうですね、木表がだいたい600か650だとすると、だいたいこっちの方がね700から750ぐらい、そういった感じで、もう少しね、木表よりは広くね、使えますね。で今ねこの表情を見ると、まあ、置いて使うような感じであれば、木裏と木表とね両方を楽しめるかなと思いますね。木裏の方がね耳のシェイプだけ見えてね、面皮が見えないような感じになってるので、木表とはこうちょっと印象が違うのでね、その辺もこう楽しめるかなと思います。木裏の方はね以上になります。また反対にして、今度はね、木表を塗っていきましょう。
日浦と比べると白田が多くてね、赤みがもう少しで、ね、こう狭い感じで、赤と白のこうバランスがだいたい同じような感じの面積なのかなというね、そういう清面の見え方になってますね。赤と白のコントラストがね結構際立ってなかなか面白いですね。耳ですね、面皮がこっちなんかね特にこう渋くね、こういう風なね、ちょっと黒いね、模様が出たり、そしてこの虫のこの張ったねこういう跡とかが浮き出てて、すごくこう雰囲気ねある耳になってますね。こちら側も、またねちょっとこう耳の雰囲気はね少し違うんですけど、象肌のような感じのね少しこう質感がまた反対側とはねちょっと違う感じの耳の、面感のね見え方になってますね。対面と耳のね、この、ね、対比がすごくねこうグッとねきますね。すごくかっこいい、ね、質感があって面白いですね。サイズ的にはですね、まあ、ソファーテーブルとか、ダイニングテーブルだとちょっと、まあ、少しね小ぶりな感じがしますけど、例えば、2人で使うダイニングテーブルとか、まあ、そういう風なカフェテーブルみたいな感じでとかですね、あと本当にシンプルなアイアン足をつけてっていう風な感じだと、椅子を使ったテーブルでもね存在感あっていいのかなと思いますね。清面でだいたい600、650っていう風な感じの幅なので、まあ、パソコンデスクなんかにはねまたこう向いてるのかなと思いますね。ローテーブルにしたりとか、ダイニングテーブル、カフェテーブルですね、まあ、そういった感じから、そうですね、パソコンデスクから、書斎机の天板とかですね、まあ、そういうふうないろいろ使いようがあるかなと思いますね、はい。まあ、どういうふうな感じでもしっかりね、この木のこう主張しているこう天板の、雰囲気がね伝わって空間をね、しっかりこう演出してガラッとね、雰囲気を変えてくれるんじゃないかなと思います。土地の一枚板ですね、結構こう赤白のコントラストがねこうグッと出た、一枚板をオイル仕上げしました。オイルを塗ることでさらにね、際立って、主張する、ね、なかなかいい一枚板に仕上がったと思います。ご視聴ありがとうございます。